どうも、あさきです。本日の動画ではですね、じゃじゃーん、こちらがですね、ベータ FPV さんから発売されているナノ TX バージョン2モジュールの ELRS2.4GB バージョンになります。で、こちらですね、2ヶ月ぐらい前かなに議的が取れて、結構 FPV 界隈喜んでる方が多いという TX モジュールになります。で、こちらですね、今私がこれ TX モジュールのバージョン1を使っているんですが、こちらが、まあ、このバージョン2が出たことによって生産中止になったんですね。ただ、バージョン1販売中止になったんですけど、その後出たこのバージョン2は最初議的が取れていなくて、日本ではしばらく使うことができなかったというものになります。なので、このバージョン1が生産中止になったことで、これから ELRS 飛ばしたいっていう人は、買える外付けのこのモジュールがなかったんですね。なので、外付けじゃなくて、ELRS が内蔵されたプロポを買って飛ばすという選択肢しかしばらくなかったんですけど、これがまた議的が取れたことによって、これから ELRS を始める人でも、もともと持ってたプロポにこう外付けができるということで、まあ、喜んでる人が多いといったものになります。ちなみに、このプロポに付けるタイプの外付けの TX モジュールで議的が取れているものって、今時点ではなんとこれしかないんですね。で、そもそも、この TX モジュールですね、何者なのかというところなんですが、まずですね、そもそも、このドローンですね、こいつ、双葉の受信機が乗ったドローンになります。で、双葉の受信機が乗ったドローンは、この双葉のプロポですね。じゃないと、まあ、双葉のプロポというか、双葉の SFHSS という通信プロトコルが入ったプロポじゃないと、こう、繋がらない仕組みになってます。で、一方ですね、こいつは ELRS の受信機が乗ったドローンです。なので、こいつは ELRS と、この受信機と繋がるプロトコルが入ったプロポじゃないと飛ばすことができません。ただ私は双葉のプロポしか持ってない場合ですね。場合に、この ELRS の機体を飛ばしたいとなった時に、こいつの出番ですね。この TX モジュールというのは、ドローンに乗ってる ELRS の受信機とつながるっていう通信ができるのが、この TX モジュールになります。なので、今までこう双葉飛ばしてたんですけど、最近このタイに ELRS の受信機乗った機体しか売ってないし、 ELRS の機体飛ばしたいなって思ったら、まあ ELRS の機体買って、この TX モジュールを買えば、 ELRS の機体が今まで持ってた双葉のプロポでも飛ばせるようになるといったようなことになります。特に最近はやっぱりこのタイにですね、ELRS の受信機が乗ったものばかり販売しているので、この ELRS が使える受信機は持っておくのはありなのかなっていうのと、5インチだったりでも双葉の受信機って結構高いんですね、こういうのに乗ってるやつで。一方 ELRS の受信機って結構安いので、だし、まあ長距離飛ぶだったり、レスポンスも結構早いっていう話を聞くので、で、それだったら ELRS の受信機に変えようかなって思った時に、プロポ側もその ELRS に対応してるものがないと、こう繋がらないんですね、ドローンとプロポが。ということで、この TX モジュールですね、が必要になってきます。で、この OpenTX のプロポ、TX16S も同様ですね。このプロポ自体は双葉の SFHSS とかFRS 回とか、いろんなプロトコルを出すことができる。なんで、双葉だけじゃなくて、他の、例えばまあ FRS 回受信機が乗ってる機体ともこう繋がる。これで操作できるんですが、この中に ELRS は入ってないんですね。なので、こいつで ELRS の機体を飛ばすためには、これ、プラスこれですね。これを後ろにカチャーンってつけて、設定すると、このプロポを使って、ELRS の受信機を乗せた機体を飛ばすことができるといったようなことになります。ちなみに ELRS のモジュールって、このプロポにこんな感じでこう
モジュールをカチャってはめ込むところが、まあ、あって、こうやってつけて使うんですけど、プロポによっては、このはめ込み口がない ELRS の外付けモジュールに対応してないプロポもあるので、そこは要注意です。あ、ちなみにですね、こちらもベータ FPV さんからご提供いただいたということで、今日はですね、ベータ FPV T シャツ着ております。ベータ、書いてます。まずは入っているものから見ていこうかなと思います。で、開けるとこんな感じで、まずこちらですね、こちらが、ナノ TX-V2 モジュールということで、モジュール本体になります。あとは TLED アンテナ、こちらですね、こちら特徴的なアンテナですね、というかぶっといこんな感じで、ここにベータ FPV 2.4 ギガって書いてますね。あとは、USB の Type-C ケーブルが入ってます。あとは、これ。Type-C と XT30 の変換ケーブルになります。何に使うんですかね。で、あとは、マニュアルとサービスカード。まあ、こちらですね。になります。では製品ページ見ていこうと思います。まずこちらですね、ナノ TX-V2 モジュールということで、周波数帯いくつかあるんですけど、日本では 2.4 ギガしか、使えないので、買う場合は必ず ELRS の 2.4 ギガ選択してくださいですね。で、こちら特徴書かれてますね。まずナノ TX-V2 モジュールには、比類のないパイロット体験に対するアップグレードが詰め込まれています。方法、信号送信とモジュール接続方法を示すフリッカー周波数を備えた革新的な TLED アンテナが特徴です。まあ、とにかくこの TLED アンテナですね、が肝になっているようです。で、最大 1W か 2W の出力により、FPV レースや、まあ、ロングレンジ、プロ撮影のための安定した接続を実現しますということです。などなどが書いてあります。あとちょっと注意しなきゃいけないのが、インプットボルテージ、入力電圧が7から 13V になってます。 V1 の時ですねは確か、入力電圧が 5V とかだったはず。あ、そうですね、 V1 の場合5から 12V が、入力電圧だったのに対し、V2 は7から 13V になってます。なのでちょっとそこ 7V これ入らないと動かないってことなので、そこが大丈夫かはちょっと心配なところになります。ただ購入された方普通に使われてるということなので、おそらく大丈夫だとは思うんですけど、もしかしたらワット数を上げるとプロポからの電圧が足りなくなっちゃって、落ちてしまう可能性も考えられるので、そこはちょっと、注意しておく必要があります。で、あとは、この構成ですね、まあ、上アンテナつけるところ、ここにアンテナつけてください。で、これがファンになってますね。で、真ん中にステータスインジケーター LED があって、ボタンが両端に2つついてます。あとは下に Type-C のインターフェースがついてると。で、裏側は多分バージョン1と同じで、一番左がクロスファイヤーのシリアルポート。で、隣がグランド。で、その隣が電圧。で、右側が NC って書いてるんですけど、特に NC は普通に使う分には使わないかなと思います。で、注意点として、パワーを入れる前にアンテナをつけてくださいと。そうしないとモジュールにダメージがいっちゃうよということが書かれているので要注意です。で、次が比較ですね。このバージョン1のやつと、これ日本じゃ使えないやつです。なんでちょっとスルーして、まあ、パワーがかなりアップしてるよといったところと、 ELED アンテナ使えるようだったとか、ファンがあるよというところだったり、バックパックって何だ、なんだろう、バックパックがなんかサポートされてるらしいです。と、あとは外部の電源供給が
7から 13V になってるというとこですね。で、まあここ細かいとこ書いてあります。 2.4GB は 1W まで使えるよってとこと、安定したリンク品質を実現しますよというとこですね。で、 TLET アンテナなんですけど、これここに LED で色が表示されるみたいですね。で、 LED とアンテナを統合して、アンテナ上に多分 LED でその情報が視覚的に見えるようになってる感じなのかなと思います。で、アンテナが正常に接続されると多分ここ規則的に点滅しますよ。で、ちらつきの速度はテレメトリー比だったりとかパケットレートに基づいて変化して、パイロットにユニークな視覚体験を提供します。というなかなか面白いアンテナですねになってます。で、あとは冷却システム入ってますよというとこだったり、高度なカスタマイズソリューションということで、このボタン2つあるんですけど、ここを押した時何ができるかっていうのが自分でカスタマイズできるみたいです。で、このモジュールにはなんか ESP8285 というチップが含まれていることにより、他の ESP8285 対応デバイスと無線通信ができるようになりますと。で、このチップを TX バックパックと呼ぶみたいです。で、 TX バックパックがあると、何やら他の FPV デバイスとこう通信でやり取りができるような感じなのかなというところですね。で、それを自分で、まあ、どういう機能を割り当てるかっていうのをカスタマイズできるみたいです。で、多分いろんなプロポで使えるよということなのかなと思います。という感じになります。で、次が、その他ですね。まあ、こんなシリーズあるよっていうのと、設定、OpenTX での設定方法かな？だったりが書かれてて、で、あとは、カスタムボタンですね。この、ボタン1、2に自分が好きな、まあ好きなっていうか多分決められた機能だと思うんですけど、決められた機能をどうやって設定するかが書かれているので、ちょっとこれやってみようかなと思います。で、デフォルトの機能ですね。ボタンに割り当てられた機能書かれているんですが、デフォルトでボタン1、こっち側が短く3回押すとバインドモードに入ります。で、0.5 秒間長押しすると電圧を変えることができます。で、ボタン2ですね。が、2回短く押すと、VTX チャンネルメニューに行くみたいです。で、0.5 秒間長押しすると、VTX セッティングを送ると。というのが、デフォルト機能になっているそうです。あとは、バインドと外部からの電源供給方法が書かれていて、デフォルトでファームウェアは、ELRS バージョン 3.3.0 が入ってます。で、バインディングフレーズは設定、最初はされてないです。と、あと、バインド方法ですね。は、バージョン1とこれ同じっぽいですね。バインディングモードにして、つながるのを待ちます。で、ボタン1を3回カチカチカチとして、バインディングモードにしますと。もしくは、これ OpenTX のプロポの場合ですね。は、LUA スクリプトで、バインドをクリックすると。で、インジゲーターが点灯したら成功したということになります。で、次結構重要なこと書かれていて、このモジュールですね、パワー 500mW もしくはそれ以上で使う場合は、プロポの使用時間が短くなってしまいます。なので、これですね。このケーブルを使って、こんな感じで繋いで、で、こう外部バッテリーですね。を繋いで、で、電源供給して使うということもできると書かれております。なるほど、そのためのケーブルだったんですね。なので、もし、プロポのバッテリー心配な人は、こっち側から電源を供給するというやり方でも問題ないとのことです。で、あと注意点として、プロポのバッテリーが 7V や 10.5V よりも低い場合は、500mW や 1W は使わないでくださいと書かれてますね。まあそうしないと、まあこれ落ちちゃうとかリブートかかっちゃうと。まあ飛ばしてる途中に普通に落ちちゃうんで、怖いんで、そこ本当に要注意です。ということが書かれております。で、あとは FAQ とパッケージですね。はい、こんな感じになります。
で、この後ですね、実際こいつフロッポにつないで機体とバインドさせてみようかなと思ったんですけど、ちょっとね、思いのほか時間取ってしまったので、こちら実際に、機体とつないでみる動画は第2弾しようかと思います。またせっかくなので、この双葉のプロポとオープン TX のプロポ両方につけてみて、でどっちも機体とバインドさせてみようかなと思います。でちょっとね、見てて思ったのが、このバージョン1の場合、ここの LED がワット数によって色が変わってたんですね。なんですけど、こっちはどうやらマニュアルを見ても何色が何ワットかって書かれてなかったので、ちょっとね、あの OpenTX だったらこの設定画面でワット数指定して何ワットか分かると思うんですけど、多分こっちだと分かんないのかなと思ったので、ちょっと次回OpenTX で一回やってみて、で何色になったら何ワットなのかっていうのを確認、まあそもそもできるのかっていうのを確かめたりとか、あとまあバインドしたりっていうのをやっていこうかなと思います。というわけで、まあ今回の動画ですねはこいつの製品説明ということで、ここまでにしたいと思います。それでは今日の動画はこの辺で、バイバイ。